第一次世界大戦におけるドイツと連合国の休戦協定は1918年11月11日に締結された。フランスのコンピエーニュの森に置かれた列車の車両で署名され第一次世界大戦の西部戦線での戦闘に終止符を打った。主たる署名者は連合国軍総司令官で連合国側主席全権のフェルディナン・フォッシュ・フランス軍元帥と 帝政ドイツの無人所大臣で、帝戦委員会委員長のドイツ側主席全権、マティアス・エルツベルガー。帝戦期間は当初1ヶ月であり、その後ベルサイユ条約の締結によって講和が成立するまでの間に2回延長された。1914年7月28日に勃発し、空前の犠牲者を出した第一次世界大戦の、 戦闘行為は1918年11月11日に実質的に終了し、この日はリメンブランスデーとしてイギリス連邦諸国では休日となっているほか、第一次世界大戦に参戦した他の複数の諸国でも戦没者を追悼し退役軍人を記念する日となっている。休戦協定締結の場の会が、左からエルンスとファンゼロー大佐。 アルフレート・フォン・オーベルンドルフ外相、ヘルメットをかぶった人物がデトレフ・フォン、ビンターフェルト、ジャック・マリオット大佐。テーブルに着こうとしている人物が、ドイツ側主席全権のマティアス・エルツベルガー。テーブルについている人物は、左から、イギリスの海軍軍人、ジョージ・ホープ少将、第一海軍強ロスリン・ウェミス大将、そして、フランスの二人の軍人。 立っている人物が、連合国側主席全権フェルディナン・フォッシュ元帥。続いて、マキシム・ウェイガン大賞1918年11月11日、休戦協定当日の、ニューヨーク・タイムズの一面休戦協定は1918年11月11日の午前5時に、同意され、パリ時間の午前11時に発行した。それは慌ただしくかつ必死の交渉の結果であった。 ドイツ軍参謀総長、パウル・フォン・ヒンデンブルクは11月7日、フランス軍元水フェルディナン・フォッシュに電報を打って、会議の設定を要請した。ヒンデンブルクは、ベルリン、ミュンヘーン、その他ドイツの全域で差し迫った革命の圧力を受けていた。11月3日に、キール軍港で起こった水兵の反乱をきっかけに、兵士や労働者の放棄が各地に広がっており、 11月7日には、ミュンヘンから、バイエルンをルートビヒ3世が逃亡し、王政が転覆される事態となっていた。ドイツ代表団は5台の自動車で最前線を通過し、護衛と共に、北フランスの荒廃したセニアを10時間にわたって横切った。そして列車に乗せられ、秘密の目的地へ導かれた。フォッシュは3日間の交渉の間、2回顔を見せた、だけだった。 一回目は最初の日、ドイツ代表団が何を望んでいるか尋ねるために、二回目は最終日の署名のために。その間、ドイツ代表団は連合国軍との取り決めの詳細についてフランス等の連合国軍士官と協議を行った。協定はドイツ側に課せられた占領地からの撤退と兵器の引き渡し、連合国軍側からのわずかな約束から成り立っていた。 ドイツの海上封鎖は完全な平和条約が合意に至るまで続けられることになった。交渉は何の問題もなく進んだ。ドイツは2、3の不可能な要求を修正し、また連合国軍の条件の過酷さに対する公式な抗議を記録させることができたが、署名を拒否できる立場にはなかった。11月10日の日曜日に彼らはパリから届いた新聞を見せられ、 前日に皇帝ビルヘルム2世がベルギーのスパからオランダに逃亡したいしたことを知らされた。マティアス・エルツベルガーは政府の崩壊によりベルリンからの指示が得られなくなったがベルギーのスパにいたドイツ軍参謀総長パウル・フォン・ヒンデンブルクと連絡することができた。ヒンデンブルクは彼に戦争継続は不可能でありどんな代償を払ってでも休戦協定に 署名するように命じた。署名は、パリ時間の午前5時12分から午前5時20分にかけて、コンピエーニューの森に引き込まれた食堂車 2419D でなされた。連合国軍側はドイツ政府、軍側ウェーガンニ将軍とフォングレンネル将軍は文書には言及されていない。協定には次のような重要項目が含まれていた。 停戦期間は33日間とされていたため、12月には1回目の期限延長が行われ、1919年1月13日までの延長が行われた。2回目の停戦延長は2月17日が期限であり、3回目の停戦延長はパリ講和会議の最中で行われた。フランス側はこの機会を通じて、 ドイツの休戦協定違反を指摘し、停戦条件を修正しようと目論んだが、ウィルソン大統領の強い反対によって受け入れられなかった。5月には、ベルサイユ条約がドイツ側に提示されたが、3首脳は調印拒否が行われた場合には再度、戦争を開始することを合意していた。ベルサイユ条約は、ドイツ国内の強い反対もありながらも過労じて、受諾が決定され、 1920年1月20日に同条約は発行した。アメリカと中華民国はベルサイユ条約に調印しなかったため、1921年8月25日に米独平和条約、1922年5月15日に中毒平和回復協定をそれぞれ締結してドイツと講和している。1940年ドイツの侵攻により、 フランスが降伏し、6月22日にフランスとナチスドイツの間で休戦協定が結ばれた際、1919年の休戦協定締結の際に用いられ博物館に展示されていた客車がコンピエーニュの森の同じ場所に引き出され、第一次世界大戦の休戦協定と同じ状況下で締結が行われた。車両は戦勝の記念品としてベルリンまで運ばれたが、 1945年、チューリンゲンのクラビンケルで、新衛隊によって破壊された。また、ドイツとの停戦記念碑も、フォッシュの像を除いてすべて破壊された。11月11日の追悼の日、キャンベラのオーストラリア戦争記念館の、戦没者命名番に差し込まれた赤い日投げしの増加。追悼の日の象徴となっている11月11日の朝、 停戦の知らせは素早く軍に伝わったが11時に停戦が始まる最後の瞬間まで激しい戦闘が続けられた。多くの砲兵部隊は予備弾薬を運んで帰ることを嫌ってドイツ軍の目標を砲撃し続けた。連合国軍はまた戦闘が再開された時には最も有利な位置にいようとも考えていた。 隠して2738人の兵士が戦争の最終日に命を落とした。最後に戦死したフランス兵は、オーギュスタン・トレブションである。彼は、停戦後に温かいスープが出されるということを戦友に伝えに行く途中で撃たれた。午前10時45分だった。最後に戦死したイギリス兵は、第五ロイヤル・アイリッシュ、やりき兵連隊のジョージ・エド・ウィニ・エリソンである。 彼はその日の朝9時30分ごろ、ベルギーのモンス郊外での石膏任務中に戦死した。最後に戦死したカナダ兵は、ジョージ・プライスである。彼は停戦のわずか2分前、モンスの北で、退却するドイツ兵との路上での戦いで殺された。そして、第一次世界大戦で最後に死んだと考えられているのは、アメリカ軍のヘンリー・ガンサーである。 彼は停戦実施のわずか60秒前に怯えたドイツ軍によって殺された。ドイツ軍の最後の戦死は11時の停戦の後に発生した。ムーズアルゴンヌ方面にいたトマス中尉は彼とその部下が挑発していた民家をすでに引き払っていることを接近してくるアメリカ兵に告げるために近づいたがまだ停戦について知らされていなかった兵士によって射殺された。 エルツベルガーは、ほとんど、無条件降伏とも言える過酷な休戦協定に、調印した責任者であったために、極右テロ組織コンスルのメンバーの手で1921年8月26日に暗殺された。ありがとうございます。